木ションにも書いてるんですけど千店舗計画っていうのがあって日本を代表する食文化にするっていうのが一応頂上としてるんですけど近づいてきたら多分もっと高い山を見ると思うんでまあ一段落一段落じゃないけど一つの目標はそこですかね、えー、昔はやっぱり目標も小さくてですね何店舗にするとか売り上げいくらにするとかまあなんかそんな感じやったと思いますけど。うん 模倣展が出るだとかなんとかってなってこうだんだん夢が壮大になっていくっていうかあの串カツを日本を代表するような焼き鳥に匹敵するような食文化に育て上げたいその先頭を走ってたりとかですねなんか、うん、そういう感じに変わってきたんですけどそれもこのそこまで壮大になってきたのはこの2年ぐらいですかね。やっぱりこう 串カツを育て上げるぐらいにしか思ってなかったですけど今はね串カツが焼き鳥に匹敵するいろんなプレイヤーがいてでも需要ももっと大きくなってですねあのいろんなところにいろんな串カツ屋があってっていうのが、まあ、理想で海外にもそれで売って出れるようなぐらいの業態に育てばかなっていうのは、うん、思っていることですよね。 株式会社串カツ田中代表の乃木でございます。えー、弊社は串カツに愛を込めてですね日本の食文化に育つようにと壮大な夢を持って頑張っております。あの経営もですね透明性を持ってしっかりとお客様や株主様に貢献できるようにと誠実に頑張っておる会社ですので、えー、また 我々と共にですね、この成長を一緒にしていきたいという方は、ぜひ応募いただいたり、えー、また、あのー、お客さんとしてでもですね、興味を持って楽しんでいただけたらなというふうに、何かこれをきっかけに、弊社とお客さんだったり、株主様だったり、従業員だったりと、えー、きっかけに関わっていけたらなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。